この状況で、そしてこのプレッシャーの中でどうやってさらに追加点を奪っていくか、やはり相手がこう今度はあの攻めてきますね、はい、その後は早く攻めると、いった形は必要になってきますよね。おっと、はい、これはロングボール取った、なんという追加点でしょう。これは見てたですかね、キーパーの位置を。そうですね、小笠原見てましたよ、見てましたね、これね、前に行ったんですよ。やっぱり高さには高さですか。後半12分、小笠原の超ロングシュートをご覧いただきましょう。あ、自陣から蹴り込んでいきました、スーパーロングゴール。トマさん、はい、ジーコ監督も最後で一番前に出てもう拍手ですよ。そうですね、いや素晴らしい小笠原。